今回はね、去年やった喋らないパーティーというのをやったんですけど、それの忘年会バージョンをやってみました。会場はこんな感じで、まあ、ちょっとねうちの社員がふざけてますけど、ここねなんかね後で知ったんですけど、サイレントの第1話のロケ地だったらしいんですよね。これもうなんかね偶然すぎて、もう後で知って私たちめっちゃびっくりしたんですけど、はい、こんな感じでねその、まあカフェを貸し切ってこうやってみんなで集まって何をやってますね。お酒飲んだりとか、はい、なんか書いてますね。こうそうみんなねそれぞれ参加者の人には自分の好きなペンとあとノート1冊プレゼントしていて、そこで筆談をしたりとか、あとは、手話とかあとはジェスチャーとかで、まあ喋らないっていうことをコンセプトにしてるので、講話以外のコミュニケーションでみんなコミュニケーションを取ってました。これは聴者、聴覚障害者関係なしにやっていましたね。この人はね緑のペンでサラ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 書いてますね。この緑の色なんかいいですよね。なんか私たち100均で適当に買ったんですけど、なんか明るすぎず暗すぎずって感じで、なんか自分の好きな色をねこうやって選んで書いてるから、なんかその人の色っていう感じがしてよかったですね。前回のね喋らないパーティーではね全員黒のペンにしちゃったんだけど、こうやって色変えるのは結構良かったかなと思いますね。はい、手話でもねお話してますね。次はね別の卓ですけど、ここはなんかちょっと名刺とかあってビジネスな感じになってますけど、何を話してるんだろう。そのビジネスの話してたのかな、ちょっと分かんないけどしてたのかもしれませんね。でそこの後ろでは結構みんなね、ここは手話卓ですね。割と手話率が高い卓でした。まあでもね手話の分かんない聴者の人もね筆談でお話できるんでいいですよね。そう本当に静かだから笑い声とかがめっちゃ響くでもあんまりね気にしないぐらい結構盛り上がってたので、なんかものすごい静かなところっていうのとはまたちょっと違う感覚なんですよね。なんかみんなすごく盛り上がってるから、その熱気みたいなのがあるからアハハっていう声はこうなんか響きすぎないというか、それもまた一個の要素として良いみたいな感じでしたね。ああそう、こんな感じでねなんかケータリングがあって、まあケータリング私たちが頼んだんですけど、こんな感じでちょっとおしゃれなねパーティー用のケータリング頼んでました。これね結構良かったですよね。そうもうみんなねもう酒を飲みすぎて酒がもう本当になくなっちゃってたね。そうこれは入り口にあった注意書きと、あと今年ありがとうございましたっていうメッセージです。これは、まあ、長時間のおしゃべりしないでくださいねってのと、ノートとペンあげますよって話と、あと手話も教えるんでいつでも見てくださいみたいな、そういう感じのことが書いてあります。でこんな感じでねこの再生紙のノートとあとペンを一人一本お渡しして、であと名札もつけてコミュニケーションしてもらいました。これはね聴者の最後の感想ですけど、今誰が聞こえない人なのか分かんないっていうね、いい感想をいただきました。はい、ありがとうございました。